こんにちは。今回はこれでいきます。言い過ぎは危険と安心、言葉足らずは卑怯と不安っていう、そういう題です。論語ではこういうことが書いてあります。子曰く、君子はその言い手、その行いに優るおはず。これは論語の中で孔子の言いたいことのもう最たるもんでね、要するにね、大言壮語、言い過ぎはやめろって言ってるんです。っていうのはね、それがもしも実行できなかった時の責任を取れないって言うんです。だから、過度ってのはやりすぎね。それから、越権行為、そういうことっていうのを、とにかく嫌がりますね。嫌がります。だから、一般企業とかね、普通の我々日常生活してる中で、言い過ぎっていうのはいろいろ言われますけども、でも、攻めの組織にいる場合は、この言い過ぎっていうのは絶対に必要ですよね。そういうことあるんですよ。よくね、こういうこと言うでしょ。舌下事件とかね、筆下事件って言いますよね。これはその当時の政府の、中国なんかそうですよね、政治体制に逆らったり反対したりするところは消されちゃうんです。だけどそういうことじゃなくて、対人関係とか対、相手、組織、関係で言った場合、言い過ぎっていうのはね、安心する場合があるんです。これはね、イケイケの場合ですよ。それから、言葉足らずっていうのは逆に不安になる場合があります。で、論語っていうのはね、そういう企業単位、企業組織の本ではないので、人間と人間の本なのでね、どっちかっていうとね、まあ弱い人向け、弱者向けに言ってるんですよ。だから、決められたこと以上の強いことっていうのは一番嫌がります。越権行為であるとか、大言壮語とかね、でかい言い回しっていうのはとても嫌がります。でそれもわかるんですけども、大風呂敷っていうのは嫌なんですよ、孔子は。わかるんですけどね。だけどもね、これから伸びようとするところとか、何かをしようとするところの元気づけっていうのは、これがないと困るんです。ですから、こういうことの場合はね、本を読んで、すべてそれを、例えば論語みたいな本を読んでね、すべてそれを信じるんではなくて、反面教師として論語なんか読んだ方がいいですね。こういう場合は。完全にそうです。反面教師ですね。だから、穏やかな平和の時はいいんですよ、これはね。だけども、一般的な時は、やっぱ攻めていかなきゃダメですね。危険です、これは。危険を伴うんですけども、安心する場合がありますね。組織を立ち上げようとするときに、自信がないんですけれども、私、社長になりましたんでよろしくお願いしますって、ダメでしょ。さあ行きましょうって言わないと。だから、特に緊急事態なんかで、避難所に行ってたり、まあ、ワクチンの時、コロナ禍の中で、テレビとかね、そういう露出が多いところっていうのは、いろんな人がいるから、最低限のところ言いますよね。だけど、あれ最低限のことを言ってしまって、その心配だ、ワクチンは心配だ、いや大丈夫だよ、あんなのは平気だよっていうようなことを言う人いませんよね。マスコミだからです。だけど一般的なところでそればっかりやってたら打たないんですよ、ワクチンはね。アメリカなんかでは打つようにいろんな工夫してますよね。そういうマスメディアの何て言うんだろうな、そのマスメディアのこう抑圧、抑制っていうのところっていうのは分かってるんで、やっぱりどこの国でもね、心配になりますよ。いろいろ言われると。特に年寄りとかね、特に心配です。だけど、打たないと困るんです、ワクチンなんかは。そうなると、宝くじやったり、いろんなことやって、あんなことやる必要ないんですよ。科学的にちゃんと分かってれば。だけれどもね、そういう場合はもう言い過ぎで十分ですね。大丈夫です。これ打てば絶対大丈夫です。っていうぐらいに言っちゃった方がいいんです。そうしないと、安心しません。危険性ももちろんありますよ。数パーセントでね。数パーセントで。でも数パーセントの危険っていうのは、危険がないと同じです、これは。100人中数人ですからね。だから安心。ただ、言葉足らずというのは逆です、これは。政治家なんかはこっちが多いですね。言葉足らずっていうのは。組織の長になった場合は、言葉足らずでやった場合、これ、進みません。言葉が露出したり、活字になったり、一番重要なのはね、スピーカーで出るときですよ。不特定多数に聞かれてしまうときですね。これは言葉足らずにした方がいいんです。
いいんだけども、それは決定的に卑怯になりますね。ああそういうことがありましたよっていうようなことを知らせるだけで内容は全くないです。で、実質のところに行った場合、例えばですよ、何かのカウンセリングであるとか、それから精神的な不安を抱えてやってくる人に対して背中を押すっていう場合は言い過ぎの方がいいんです。どっちかっていうとね。で、今カウンセリングかなんかの、まあ、試験とかね、そういう人たちの常識になってるのは、決して意見を言わないっていうことなんですよ。聞き役に回るってことなんです。あれは絶対良くないですね。聞き役に回っていたら誰だってできます、そんなことは。ふん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 ってね。そうじゃないんです。変なことを言っちゃっておかしくなっちゃったら誰が責任取るんだってことになっちゃうんですけども、何かにすがりたいっていうことが必ずあるんです。そういうのはいろんな組織の中にあるでしょ。何かにすがりたいっていうのを言って、例えば言い過ぎて言った場合、それにすがってデメリットが起きたっていうことと、それにすがってメリットが起こったっていうことは、どっちが多いかってことですね。当然メリットが多いんです、これは。それは考えてやらないと、本とかね、人が言ってるように言い過ぎっていうのはまずいですよっていうことを真に受けちゃったら大変なことになります。これ現実の企業経営であるとか、人を動かすときっていうのは全く逆ですよ。とにかく安心させるためには言い過ぎ、さあ行こうぜっていうようなことがないとね。ただそれやるとなんかこうね、騒ぎを起こしてるだけで全く理性的じゃないなって見てしまう人も中にはいるんですよ。戦争みたいだななんてね。そうじゃないんですよ。それがまずいんで、ずいぶん歯止めされてたんですよ、日本はね。で、この場合はね、どっちかというと、場によって変えなさいっていうことなんです、これは。当然ですよね。何かの、新しいプロジェクトなんかやる場合は、これじゃなきゃダメですよ。もう完全にね。もちろん、一般企業にいる人は分かってると思うんですけど、そんなことはね。当然分かってますけども、学校の中とか、社会に出る前の人とか、あるいは、家の中にずっといる人なんていうのは、これ怖いんですよ。使い分けなきゃダメですね、それはね。こういう時にはこうした方がいい。こういう、特に、スピーカーで出てしまうような時ね。それはダメですね。自分を進ませていくっていう時なんかは、もう完全にこれです。これですね。私は、決して、こういうことはね、いけないことと思いませんよ。例えばね、NHK であるとか、テレビのね、ああいう権威のあるところっていうのは、本当のこと絶対言わないでしょ。本当のことは言わないです。本当のことっていうのはこれに近いです。言い過ぎの方に近いですね。企業を運営したされてる方はもう絶対そんなことはわかると思うんですけど、とにかく、ビビらないように、企業以外のところでもね、言った方がいいですね。簡単な話で言うと PTA の会とか町内会とか、そういったね、何の規制もないようなところで言った場合、見てる人が見ると袋叩きになる場合ありますね。それはやっぱりね、袋叩きにする方が悪いです。実質日本というのは進んでいきませんからね。組織を運営する場合はぜひその言い過ぎということの理知的なやり方を少し考えた方がいいと思いますね。本質的なことっていうのはどこにあるのかっていうのは、実は言い過ぎの方にあって、言葉足らずの方に言ってしまったら全てが卑怯になりますよっていうことです。本日はまあ一言ですけどね、ちょっと考えた方がいいと思いますね。以上です。